チリのバルパライソ国を出港する東洋艦隊と出港を見送るチリ海軍の総甲巡洋艦、ジェネラル・オヒギンズ、防護巡洋艦、ブランコ・エンカラダ、全土旧戦艦、カピターン、プラット東洋艦隊、または東アジア巡洋艦船隊は1890年代半ばから1914年にかけて主に太平洋で活動した。 ドイツ帝国海軍の巡洋艦を主力とする艦隊である。清市には1831年からイギリス海軍が駐在していたが、1861年9月の北京条約によってプロイセンの軍艦が中国領海内で活動することも可能になった。極東はやがて1871年に誕生したドイツ帝国にとっても経済的、政治的な重要性を増し、 1881年、この地域に海軍将官の指揮の下で遊撃艦隊が編成された。後にアフリカの植民地が重視されるようになると、1885年にアフリカ艦隊が常設され、まもなく東アジアの艦隊編成は2隻の小さな砲艦だけになった。アフリカ艦隊は1893年にキールに寄港し、そこで解散した。 海外における活動に興味を失ったドイツ帝国海軍だが1894年の日清戦争によって再び中国に対する興味が再燃した。皇帝ヴィルヘルム2世紀の全面的指示を受けてドイツ海軍本部は海軍少将,将パウル・ホフマンを指揮官として近代的な軽巡洋艦イレーヌと3隻の老朽化した小型艦船からなる極東巡洋艦隊を編成した。 ホフマンの受けた命令は、ドイツの利権の保護と、中国でのドイツの基地となりうる場所の調査であった。ホフマンはその任務には、艦艇が力不足だったことから、本国海軍本部に3隻の老朽艦の交換を、請願した。彼の要請は認められ、カイザー級装交換、カイザー、イレーネ級小型巡洋艦、プリンセス・ビルヘルムと、ブッサルト級小型巡洋艦、コルモランが配備された。 しかし、根拠地を持たない極東巡洋艦隊は、メンテナンス、補給面で苦心し、香港のイギリス人や上海の中国人、長崎の日本人に依存していた。本国でも、ビルヘルム二世、最小、外務大臣、海軍大臣ともに極東に基地を持つ、必要性を認識しており、中中国のドイツ大使も、我が国の艦隊は、家のない不老児のようなもので、ここでは、 永続的に航行することができないと訴えた。1896年6月、ホフマンに代わって海軍少将、アルフレート・フォン・ティルピッツが着任した。ティルピッツの使命は中国海岸部における基地の候補地探しとその評価であった。ティルピッツは公衆湾を押したものの政府内では他の場所を推薦が有力であり、ティルピッツ自身も最終報告の段階でも迷っていた。 あとにティル・ピッツは海軍大臣として本国に呼び戻され、それ以降彼は本国の海軍力拡充に注力して東アジアに対しての興味を失っていった。ティル・ピッツの後任には海軍少将,将オットー・フォン・ディー・デリヒスが任命された。海軍は極度の優柔不断のために基地の場所を決定していなかったが、ディー・デリヒスは私が目指すのは公衆だけであると断言した。 防護巡洋艦、カイゼリン、アウグスタ詳細は、甲州湾租借地を参照ドイツ側の基地を、千倍州の申し出は拒絶されたが、1897年11月1日に、山東省で起きた、ドイツ人宣教師の殺人事件は、ディーデリヒスに、ドイツ人宣教師の保護という上陸の絶好の、口実を与えた。11月14日、ディーデリヒスは、山東省甲州湾を占拠する。 甲州湾の占領といっても、1898年1月に、防護巡洋艦、カイゼリン・アウグスタが到着して、チンタオ中東部隊となる、海兵大隊が上陸するまでは、帝国海軍の支配は、比較的緩やかなものだった。1898年3月6日、ドイツ大使と新朝総督は、甲州湾を99年間咀嚼することを取り決めた、独清史条約に署名し、 この地域の植民地建設が本格的に始まった。それまで貧しい漁村だったチンタオに海軍基地と支援施設からなるドイツ帝国海軍の東洋基地が建設された。1899年になってリーデリヒスは海軍本部の参謀長に天人のためベルリンに戻り、公認に海軍少将ハインリヒ王子が着任した。以降、東洋艦隊の司令官は、 クルトフォン・プリットビッツ少将、フェリックス・フォン・ベンデマン少将、フリードリ・ヒフォン・インゲノール少将、エイリッヒ・ギューラー少将、ギュンター・フォン・クロージク少将、そして最後のマクシミリアン・フォン・シュペイ伯爵と続く。この時期の東洋艦隊は、拡充、近代化計画によって、近代的艦艇の配備が進んでいく。第一次世界大戦時のドイツ巡洋艦の功績図1914年、 シュペイは特に大日本帝国海軍と王室オーストラリア海軍を警戒しており、実際彼は後者の機関である巡洋戦艦、オーストラリア一隻で彼の艦隊の総力よりも勝っていると述べていた。ドイツ艦隊のうち、装甲巡洋艦、シャルンホルスト、グナイゼナウト防護巡洋艦、ニュルンベルク、ライプツヒ、ドレスデンは、東、太平洋方面に向かい、防護巡洋艦、 エムデンは、インド洋方面の襲撃作戦に参加した。詳細は、エムデンを参照。エムデンは、インド洋全体で、通商破壊を行い、英国あるいはその連合国船籍の艦船29隻を、待ち伏せして撃沈した。ペナンの戦いでは、エムデンは、ペナン港を奇襲し、ロシア海軍の防護寿命艦、ジェムチュグと、フランス海軍の駆逐艦、ムスケを撃沈した。マドラスでは、 艦砲射撃によって輸送所を破壊した。最後は1914年11月9日、ココス諸島でのオーストラリア海軍の軽巡洋艦、シドニーとの戦闘で大破、座礁した。シャルンホルスト第一次世界大戦の発生時、東アジア基地所属のほとんどすべての船が通常、任務で南太平洋のあちこちの島にあるドイツ植民地に散っており、装甲巡洋艦、シャルンホルストと、 グナイゼナウはカロリン諸島のポナペに闘病していた。司令官はドイツ本国までの長い航海の兵坦を考慮して艦隊を北マリアーナ諸島のパガン島に集結させ、休坦させた。続いてイギリス管理区域を通るすべてのドイツ海底ケーブルが切断されていたことから戦況の情報収集のために防護巡洋艦ニュルンベルクがアメリカ合衆国領ハワイのホノルルに 緊急派遣された。また、主兵は、シャルンホルストとグナイゼナウで、ドイツ領サモアに向かい、投進して、フランス領ポリネシアのパペーテを砲撃した。この後、東洋艦隊は、イースター島で艦隊の補助艦である、石炭船から急胆した。この時点で、太平洋における、連合国側の戦力が圧倒多数になっていったため、 これまでのような奇襲戦法の難しさから、主兵は南米大陸のホーン岬から大西洋に入り、そこから北上してドイツ本国に帰還することにした。東洋艦隊の主力は1914年11月1日のコロネル沖海戦でイギリスの西インド艦隊と交戦し、イギリス側の総甲寿命艦、グッドホープ、モンマスを撃沈した。だが、大西洋を越えて、 気候を目指す中、東洋艦隊の多くの艦が1914年12月8日のフォークランド沖海戦でより強力なイギリス海軍の巡洋戦艦と巡洋艦によって撃破された。防護巡洋艦、ドレスデンと数隻の補助艦は破壊を免れて太平洋に戻ったが、補助艦はチリの港で拿捕され、ドレスデンは1915年3月14日にマスア、 ティエラの戦いで撃破された。仮想巡洋艦、プリンツ・アイテル・フリードリヒは、大西洋で、通称破壊戦を継続したが、1915年3月11日に、物資が尽きたため、当時まだ中立国アメリカのニューポート・ニューズに入港して、武装解除された。砲艦、ルックス・ドイツ帝国海軍水雷艇、S90 チンタオで修理中の旧式巡洋艦、コルモランのほか、 4隻の小型砲艦、イルティス、ヤグアル、ティーガー、ルクスト、水雷艇、S90、タークルについては、性能的に長期の養生行動ができないため、チンタオに残留した。S90 がチンタオの戦いで、日本の解剖艦、高地方を撃沈したが、ほとんどの艦、戦中ないし戦後に日本海軍によって引き上げられ、その艦艇として再利用された例はなかった。 チンタ島で急増した仮想巡洋艦、コルモランは、通称破壊戦を意図して出撃したが、1914年12月に燃料不足でアメリカ領グアムに寄港して抑留され、アメリカの参戦時に捕獲を免れるために自沈した。なお、ドイツ領南洋軍島中流の砲艦ガイエルも太平洋にあり、主兵の東洋艦隊主力との合同を試みたが、失敗し、 チンタオも封鎖されたため孤立した。ドイツ領南洋軍島を拠点に通称破壊を行った後に、単独で太平洋横断による帰国を試みたが、機関部長や水、燃料不足で航行困難となり、1914年10月15日に中立国アメリカのハワイホノルル港に入港したところで警戒中の日本艦隊に発見され、アメリカ政府により武装解除された。 ヨース港にいた河洋奉艦ファーターランとオッター等は、開戦時に中立国だった中華民国によって武装解除され、中国の参戦と同時に露革された。戦後は、戦利艦として中華民国海軍に編入されている。海底ケーブルも引かれていたチンタを含むドイツの公衆安祖嚼地を占領した後、日本は1912年に成長を倒してその、 外交権を継承していた中華民国に対して1915年に大化21過条要求を提出し、咀嚼権の異常をそのまま認めさせた。1919年のパリ講和会議で締結されたベルサイユ条約の三等条項により、大戦後に成立したドイツ国もそれを承認したが、中華民国では5.4運動など激しい、抗日民主運動が生じた。 中華民国政府もベルサイユ条約調印を拒否した。欧米諸国の反発もあり、1922年に日中間で締結された三党県案解決に関する条約によって日本は公衆案創尺権を放棄し、同地は中華民国に戻されて日本軍も撤退した。ありがとうございます。